いね、インスタの DM もツイッターのリプもすごい聞こえたんですけど、合ってるんですあえての不安の集いなんです。不安じゃなくて不安です。漢字で不安じゃないです。不安の集い、不安の集いじゃないですみんな漢字にするからよくない。不安の集いです。まあ別になんでこうしたかったってわけでもないんですけど、なんとなく不安の集いっていうことにしたんですよね。確かそうですね。はい、です。んが小さいよ、それはしょうがないですねそうです、なんとなくそうしたんです。そう、それで今回はすごい緊急、本当に緊急開催で、なかなかギリギリですしね、その抽選までのこの応募期間もう2日間ぐらいですかね2日間ぐらいだったんですけど、だから本当に100人まずとりあえず集まるのかすごく不安だったんですよ。そう、不安、100人集まるかも不安ですし、しかも平日なのでちょっと怪しいんじゃないかなって思ってたんですけど、ありがたいことに皆さんからの応募たくさん来まして、合計で言っていいんですかこれ、877名からの応募をいただきました。ありがとうございます。ね、何やってるんですか、うるさいよ。芸人さんがネタ見せをしてる、そうです。さすがサンミュージックの事務所でございます。はい、それでですね、今回そう、あ、すごい、みんなすごいって言ってくれてます。877人ありがとうございます。だからちょっと私はあれですよ、何か、あ、本当にもう本気で1ヶ月ぐらい前から計画して募集開始して、ちゃんと休日に土日にやったらもっと大きな数集まるんじゃないかっていう、ちょっとね、ちょっと何か新しい期待も込めて今回はね、第1回を開催しようと思うんですけど、それの生抽選会を今からやるんですけど、手でこうやってボンって引くのもいいと思ったんですけど、それだと100回やらないといけなくて大変じゃないかって話で、アプリでいいですか、こういう見せて、こういうアプリでこうすればいいのかやろうと思いますどうですか、これはですね、ここ、これね、カウントす、まあ、なんていうの、ここを押すとパンって出るんですよ。で、この877分の1になってるんですけど、ここが分が100になるまでこれをひたすら繰り返すというやつなんですね。でも皆さんの何ですか、チケット番号にはこの1から100の数じゃないと思うんですけど、なんて言えばいいんですかね、どうすればいいんですかね、なんて伝えればいいんですか、申し込んだ順番で、あ、そうだ、うん、それ皆さん分かんないと思うんですけど、それでチェックしておいて100人全部になったら当選は確定するので、放送の最中に当選の通知が行きます。あ、なるほど、はい、応募の順番ですよね。応募して、なんで言えばいいですか応募、皆さんが応募した順番で番号がもう振り分けられてまして、で877番、みんなの番号、みんなについた877番みんなに振られた877の数字が私たちはもう持ってます、ここに資料であるので、その数がポンって出るんで、みんなは分からないですけど、例えば10番って出て自分が10番か分からないですけど、私たちは分かってるので、その10番の人にはメールが行きます、当たりましたと大丈夫ですかねまあでも大丈夫です、数字ただ聞いといてもらえばいいです、当たった人にはメールが行きます。
当たらなかった人には最後の最後にもちゃんとあの全部のこの番号の抽選が終わった後に当選できませんでしたっていうメールも行きますので大丈夫です。わかりづらいですね、すいません。大体わかりましたか？ありがとうございます。さあでは早速やっていきたいと思います。これは100人あるのでバンバン行きます。しかもみんな番号言われてもわからないと思うので触れる必要ないのでバンバン行きます。ではじゃあ見といてくださいね。行きます。1人目ボン537番いいですか。はい、501番339番397番108番おじさんが動いてます、一生懸命すいません。はい、818番739番686番753番293番頑張る、おじさん頑張ってってコメント来てますよ。そう、当たってるか分かんないです。でもメールすぐ行くんで、これが終わった後に。34番若いですよ。192番837番え、さっきもやりました、そんなことないか。364番350番これ580番502番811番53番863番今で20人ですね。大変そうです。はい、419番、668番、620番、104番。98番573番539番345番あ、345やりました。470番340番676番212番363番あ、出た。こうしよう、顔映んないよこれ。685番150番よいしょ659番304番はい、504番810番26番480番726番466番507番シュールですって皆さん。538番
確かにこれ配信してどうなる感はありますね。424 412 319 375、半分です今で。707 775 325 271、はい、819 57番、185万、ジュワール80万、頑張ってください。452、レッテ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 、頑張ってください。はい、603、うんと734 832 795 699 358、331 524、210、718、649、あ、546、あ、もうめっちゃモバメ来た、ありがとうだって移動いたしまして、764、あともうでも27人ですよ。838 738 739 731 656 866、え、454、リセット、なんでリセットするんですか、リセットしてリセットしててみんな来る、とんでもないことになりますよこれ、終わんなくなっちゃうから。10番、387、なんでリセットしろとか言うんですか、ひどい、私の失態になりますね。597、あと17人、597 786 589 68 68番、163、頑張ってください。56番、188、はい、326、791、確かに私がここ間違って押しちゃいそうで怖い、怖、116、257、302、118、46、360、494、658、111、626、あれ、あ、ごめんなさい、嘘だ、626ダメでした、もう終わり。すいません、626は
ハズレです、すいません過ぎちゃったはい、失礼いたしましたさあ、これで100人の抽選が626、ごめんなさい626、誰か、でもみんな誰か分かんないから大丈夫です。終わりました。これもいらないね。このたくさんの、あ、これ怖いね、これ個人情報、私がみんなの個人情報いっぱい今こうやって握ってるのでこれは私映せないですけどこのね、12345678910111213141516 17枚の中から17枚ね、いっぱい877人ですね。877、あと5枚引いて言っていいですか。これもあと5枚はですね、皆さんあれですよ、キャンセル、まあキャンセルもそうですけど、皆さん何回も応募した人いません？中にちゃんと名前分かってますからねあと5人引きます。ラッキーですね。あ、じゃあさっきの67何番でしたっけ、あ、忘れちゃった、皆さん何番でしたっけ。あ、1個戻る、あ、626と、あと25番の人と415番、443、227ですね。はい、そうだよ、みんな何回もやっただろ、誰か名前も分かってるからな、フルネームも誕生日だって分かってるからな。うん、もう一回ですか。あ、大丈夫ですかはいでは、はいそんな感じでね、そうですよ、脅迫ですよ、持ってますからはい、100人の抽選が終わりました。それでですね、これはですね、後ほど抽選確定、当選確定メールが行くんですけど、入金されなかったりとか、そのキャンセルの扱いになっちゃう場合は、また何でしたっけ、キャンセルになっちゃった人の分がまた抽選でこの余りの人の中から選ぶ可能性があるので、もし当選メールが来なくて当選しませんでしたってメールが来た人も、まだ可能性はごく微塵にあります、微塵、ごく微塵だけありますので、まあ気になさらず、そう、再抽選みたいな感じで、まあその人も行けなかったら、まあ元も子もないんですけどね、2日後ぐらいに追加されるかもしれないということです。すいません、すごく急なねイベントなので、いろいろとねバタバタしておりますが、まあでもすごくね、そう、ごく微塵だけ当たる可能性が微塵あるかもしれないので、まだ気を確かにしていてくださいちょっと日本語難しいそうです、第2弾お願いします、第2弾お願いしますですって。あとなんかインスタグラムの DM には地方でやってくださいって声がいっぱいあったので、まあ第2回ダンサー1個大体、第2回ダンサー1回第2回第3回って続く中で、まあ第5回目ぐらいにはいつか、まあ地方でできたらななんて思いますので、バスツアーやってくださいですって。それもいいですね、バスツアー、あ、OK 出ました、マネージャーさんから。バスツアーやりましょう、皆さん、どこ行きますか
来る行く沖縄遠いな。バスで沖縄は遠いだろうか。うん？だって海越えないか。あれ？海越えますよね。ダメですって。水上バス。水上バス。あ、でも別にそうか、水の上を走れるから水上バスってわけではないか。バーベキューしようですって、いいですね。ファンイベントいっぱいやりましょう。やっぱりファンとの絆を確かめる会、やっぱりいっぱいやっていきたいですね。別に絆を確かめるというよりはファンとの絆を深めようの会をこれからもいっぱいやっていこうかなと思いますし、今回の内容はですねまだ全然言えないんですけど、でもなんかいろいろ面白いの考えてるのでね、いろんなやつが見れると、みんなが見たいなって思ってるやつもきっとやりますし、急な割にちゃんとしたイベントにできそうです。はい。写真とか撮りたい、それも考えますね。ソロイベント、そうね、楽しそう。 お土産ありますかって考えてます、考えときます。北海道ツアーやってる、ツーショット美味しい、ね、天童町でイベントやって、天童町でイベントするときはミキを呼ばないといけなくなっちゃうから、ちょっといろいろ大変そう。みんなで荒野行動ですって、最高に面白そう。ゲームイベント、すっごい知ってる誰か。荒野行動いいですね、やってますよ私も。海外、海外はちょっと難しいですね。マリオカート、いいですね。あ、そうそう、この今回のね、この応募してくださった方の女性と男性の割合言っていいですか。え、64でしたっけ。男性6割女性4割ということで、女性の方が負けずにとても多いんですよ、ありがたいことに。なんかファンミーティングってなんかちょっとなんか、ファンミーティングってなんかオタク感が強いから、なんか女性の方応募しづらいかなとか思ったんですけど、それがちょっと不安だったんですけど、男性の方も女性の方も問わず応募してくださいねって、だから呼びかけたんですけど、そしたら嬉しいことに、そう、女性の方もすごくたくさん応募してくださってね、だから抽選もまあできれば私の願い的には半々になればいいなという思いを込めて、抽選は機会ですけどやらせていただいたので、まあそれを祈るばかりですね。そう、そうなんですよ。だから女の子も男の子も女性も男性もおじさんもおばさんもみんな楽しめるような、なんかね、そんなになんかきっちりもしすぎずシャキッとも全然してないようなイベントなので、ゆるい感じで楽しくね、ほんわかとした感じで楽しめればなと思います。でもちゃんとやりますからね、はい、間違いなく神イベントって来てますよ。プレッシャーですって、出るの私ですけど。しりとりするですって、そんなしょうもないことしません。そう、嬉しいですね、それは本当に。おじさんって言わないで、だって可愛い。呼びたくなりますね、おじさんって。服、服は何でもいいですよ。あんまりあんまりあれなのやめてくださいね。その格好で外歩けますかって言われて歩けますって言うんだったらそれでいいですけど、外歩けませんって格好で来られちゃうと、あの、追い返される可能性ありますので、皆さん気をつけてください。まこちゃんとサッカーしたい、だってサッカーね、いいですね、サッカーイベント。サッカー選手でもないのにサッカーイベント。
生誕 T シャツぜひお願いします。ウェットスーツ、ウェットスーツはまあ絶妙だな、私の気分によってはお追い返しますね。ジョイさん来ますか？ジョイさん来ません。レッドカードです。はい。女の子来ると嬉しい、嬉しいですよ。女の子も男の子もいいバランスでね、どちらにも女の子にも男の子にもね応援してもらえるようになりたいですね。おじさんもですよ、おじさんも好きですよ。信夫さん来るですって、誰？あ、ペンや。ごめんなさい、信夫さんにもいっぱいいるから、誰の信夫。ペンギンズ、ペンギンズの信夫さんですかね。来ません。誰って言っちゃう。本当ごめんなさい。そうですね、ゲストはなんかそうですね。生配信希望です。生配信しないんです、今回残念ながら。なのでもう来た人しか見れない黄金イベントなので。本当にもうね、100人しか見れない特別なものなので、100人の方はもう本当にね、幸運でラッキーな方だと思います。はい、そうですね。中学生でも行きますか？中学生でも行きますよね、多分。中学生の方いるんじゃないですか？いる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 。若いな、すごい。生年月日が言えないですけど、こないだじゃんってぐらい。意外と皆さん若い人が多いのかもしれない。そんなことないか。いやでも多い。え、一番若い人ちょっと探してみよう。でもこれ年齢だけ言うのってダメですかね。ちょっと怖いか、やめよう。やめます。やめました。お誕生日おめでとうだってまだだわ。もうちょっと先です。30日なんであと2週間ぐらいですかね。ん？ 2 週間もないか、1週間今日ですね。5月30で21になります。ありがとうございます。あ、メイクポーチもらいました、皆さんからいっぱい。これも皆さんにいただいたメイクポーチ。これね、見えるかな、貝殻が、貝がこれっていっぱい入ってるんですよ。これはでもお出かけ用のポーチなので、本当のポーチはもっともっと大きい、いっぱい入らないといけないんで、それはまた別でファンの方にいただいたものを使わせていただいてます。家にメイクポーチがいっぱいで、メイクポーチ屋さん開けるぐらいみんながいっぱい送ってくれました。別に送ってほしくてメイクポーチね探してるんですってツイッターに書いたわけじゃないですよ。そういう風に捉えるのやめてくださいね。それだと何も書けなくなっちゃうからね。そうです、私はメイクポーチ最初に使ってたやつが、この間まで使ってたのはファンデーションが弾けてもう粉だらけになっちゃったの。それで捨てちゃって、もう洗濯しても他のものとも洗えないぐらい粉だらけだったから捨てちゃって、そっからジップロックになって、でジップロックでなんかガチャガチャしてなんかアイシャドウとかが割れちゃうのよ、物同士が当たって。でやめようと思って巾着袋にしたら、それの名前
それの巾着袋がずっとメイクポーチと思ってたらシューズって書いてあって、で横山さんが靴入れやんって言われて、あ、じゃあちょっと変えようと思って、でゴミ袋にして、でゴミ袋ね、そうの期間にそのツイッターに書いたんですよ。そしたら皆さんがすごい心配してくださって、昨日久しぶりに劇場行って、すっごい久しぶりだったんです。そしたらプレゼントいっぱいね届いてて、ありがとうございます。そう、その中にメイクポーチがすごい数ありましたいろんな用途で使わせていただいてます。全部持って帰ってきました、ちゃんとゴミ袋からもう変わりました。そう、ポーチ、今からメイクポーチ送ってもいいですか。今からメイクポーチ、そうですね、送っていただいても全然嬉しいですけど、そのメイクポーチが私が使うタイミングはちょっともうちょっと先になるかもしれないです。今あるので。ゴミ袋卒業おめでとう、ありがとうございます。サッカー日本代表決まりましたねですって。見ました、サッカー日本代表。結構びっくりだったんですけど私ね。入っててほしい人が入ってなかったですですって。今はドーナツが食べたいですはい、お、これあれですよ、このピアスは一番最新のプレスブログの記事で紹介してるので見てみてください。人気でした。いっぱいあの質問いただいたのでまとめましたので見てみてくださいドーナツで一番好きなのはミスドのハニーディップっていう一番プレーンのやつが好きです。昔はチョコレートかかったドーナツしか食べなかったんですよ、チョコが好きだから。でも今は好みが変わったのか、プレーンのやつが一番美味しく感じるようになりました。大人になりましたかね。ミスドのドーナツで一番好きなの何ですか。ポンデリング、フレンチクルーラー一緒だ。え、お二人ともフレンチクルーラーだそうです。え、あのプレーンですか、チョコが系ですか。プレーン、はあ、そうなんだ皆さんはエンゼルフレンチ、オールドファッション。オールドファッションって口の中パサパサになりますよね、あれね エンゼルフレンチ人気だ、フレンチクルーラーも人気。みんなハニーディップ温めて食べてみてください。ハチミツ食べれなかったんですけど、ハチミツ食べれるようになっちゃったから初めて食べたんです、この間人生で初めて蜂蜜を。そしたらすごい美味しかったですポンデリングはそりゃもう王道ですよね。あ、すごい、1万3000人の方が見てくださってます、ありがとうございます。ショールームをやってなさすぎてログアウトされてました、勝手になのでちゃんとやりますね、ショールーム。この間インスタライブやったんですけど、それはでも12時回ってたからショールームができなくてインスタライブしたので、今度はちゃんと12時前にやりますね、ショールーム、うん、アピール動画、今年の総選挙のアピール動画見ました。見たんですか、どうでした。まあまあですか。まあまあですか、ダウンって言われたんですけどひどいあれはその場で考えたんですよ。うん、何しようと思ってネタが尽きてると思って、そう、あれはあれですよ、あれ一回チャンスでやってますからね、一発でもう何の構成も何のあれも考えずに、もう何しようかっていう相談だけして、じゃあどうですかみたいな、意気込みをしりとりで言ってみませんかみたいに考えて話してて、それがポンって出て、あ、いいですねって
じゃあもうこれは考えずにもう一発でいきましょうって言われて、よっしゃっつって一発で撮りました。そう、ポスターもすごい好評で嬉しいでございます。ポスターはね、あのね、3つぐらいでね、迷ったんですよ。写真をどれ使うか迷って、3つともいいですねって話してて、一番笑ってるやつ使ったんですけど、それもね見てほしいので、あれに載せようかなって、ツイッターにもうちょっとしたらオフショットとしてボツの2つも載せますね。ツイッターかインスタに載せますね。なあちゃんと真逆ね、思った、系統真逆、右側の髪の毛がぐちゃぐちゃだよって、ありがとう、今までで一番好きだった、ありがとうございます。あの水飲む人いるですって。水飲む人で誰だ、わかりません、いません。ツイッターにお願い、そっか、インスタ保存できないですもんね。じゃあツイッターに載せますね。コーヒー飲めますか。飲めません。前髪薄くしましたかって、前髪薄くしてないですよ。でも昨日かな、美容院行ったのでトリートメントだけしてもらいました。30日サムネイルだね、だってそうですね、誕生日です、誕生日の日に公演、21歳、最初のお仕事が劇場です。トップスどこのですか、これは多分スライだと思います。 SLY のスライですね。おでこかわいいですって、見せてないのに。ナナがマコ大好きだって、ナナのメール見ました、ナナの、私のメールのナナのやつ見ましたか、ちゃんとナマコのやつの届いた、あれまだ途中なんですけど、今日まだ遅れるので、あと1通ぐらい遅れたらなと思います。メールもね、みんなに送って送ってっていっぱい言われるので、ちゃんと送ります。メールとショールームをちゃんとやろうと思います。お酒飲みますか。お酒飲みません。MJ も送りましたよ、さっき。ナナとのやつも送ったし、ジュリさんとのやつも送ったし、あの昨日の4公演の千秋楽の写真を一気に送りました。昨日終わった時も10時過ぎてて送れなかったので、さっき送りました、いっぱい。そうです、昨日でチーム4は解散です。ありがとうございました、3年間。次はチーム K なので、まあ小見春がキャプテンなのでね、そう、新しいチームで頑張ろうと思います。そうです、ジュリさんとのチームも最後でした、昨日で、寂しいですね。次回のファンイベントは大阪でしてほしいですって。大阪いいですね、イベントしに大阪行って泊まって帰りましょう。 USJ 行って帰りたいな、はあ、ユニバ行きたい。30日配信してないな、30日は配信できないんじゃないですか、公演やって帰ってきて、まあちょっとまだ分かんないです。時間があればやりますね。福岡いいで、北海道いいですね。そうです、ユニバ大好き。北海道こっこちゃん不足です。北海道こないで行けなかったからですね、善悪にあったんですけど、スケジュールで行けなくて。じゃあファンミーティングでこういう企画があったら嬉しいっていうのありますか、何か。まだ
確定ではないんですよ、やることが。なので皆さんの意見がまだ反映される可能性は大いにあるので、何か知りたいです。約1万5千人の皆さんありますか？ビンゴ大会、景品を用意しないといけないですね。私物プレゼント、生肉を焼くモンハンの話ですね、それは。ウノ誰と101人でやりますか？厳しいものがありますね。1人1枚も渡ります。ウノ、ウノって何枚入りですか？あれウノ100人でできますか？無理ですよね一人何枚になるんだろう字はカラオケ大会いいです。あ、歌はでもまあやりますよ、ちょっとだけ。ウィーレ、ゲームが多いですね、びっくり。そんな逃走中、逃走中ダメですね、怒られますね多分。サッカーダメです。もっとリアルなやつ書いてください。大縄、一人ですもん、無理だよ、恥ずかしい。縄跳びだよそれは、一人でやったら。メイドさんイベントだって、それはメイドカフェでやってください。ビンゴ大会多いですよ。ハンカチ落とし、どうやってやるの？みんなみんな真剣に送ってくださいふざけてんのか本気なのかわからない、何なんですか。ダンス踊ってほしいですって。それもそうですね、まあできればいいですね。動きやすい服で来ようかなカツアゲ大会ちょっとよくわかんないですけど楽しそう。イントロドン、こじままごう、ちょっとよくわかんないですけどたこ焼きパーティー、なんか食べ物考えたんですよね、食べ物も。あ、ビンゴめっちゃ時間かかるのよってカンペが出ました今ビンゴめっちゃ時間かかるんです。そうなんです、1時間半ぐらいですか。なのでできないトークいいですね。まあでもそういうなんかぶっちゃけた話も今回生配信がそうないので、しかもね、皆さんもそのトークコーナーとかは多分さ、何かで例えばどっかの企画でカメラね OK ですよってコーナーを設けるとしても、トークコーナーでは多分カメラの企画は設けないので、お話なんかもちょっとぶっ飛んでてもまあありなんじゃないかなっていうね、みんながツイッターに書かなければいいんじゃないかなと思うので、そういう話もいっぱい用意して起きますねドッジボール無理です。ファンへの無茶ぶり企画いいですね、それはワクワクしますね。私がめっちゃ面白そうだから、もう100人しかいないから、もう100人なんてもうめちゃめちゃ少ない人数じゃないですか。だからこの間ね、あの劇場の下見も行かせていただいたんですけど、すごいね、あの距離感もそんなに空きすぎずなので、本当にこのここで集まった選ばれた100人の皆さんもうみんな仲良くなって帰ってほしいので、本当にアットホームな感じでみんなで仲良くできる企画も用意したいなとも思ってますので、だからファン参加型の企画もねやりたいねって今話してるので、そういうのもねできたらいいですよねそう、100人なので全員の顔がもちろん見えますよ。ドッキリもあるかもよ、ヒヒヒヒヒって言う私に対してですか？私に？それは私に言ってどうするんですかなんで私がそれ読まないといけないんですか？ファンが？ファンに？私がファンの人に内緒
うざい。何なんですか。はい。お悩み相談ですって。私お悩み相談めっちゃされるんですよ。多分ポジティブだからだと思うんですけど、DM でインスタグラムの DM でいっぱいお悩み相談いただくんですよ。みんなネガティブだから私のファンの人は、なぜか知らないけど。料理もまあ作って食べさせるまでいかないと面白くないじゃないですか。でも食べさせるってなると、もしそれでお腹壊されても困っちゃうねっていう話が出たので、料理はちょっと私もいいなって思ったんですけど、ボツになりました。相談は一言返し、一言返しになっちゃった。でもそれはだってもう諦めるなとかになっちゃう。ファイト、諦めるな、お疲れとかになっちゃうね。ラップ対決、誰とファンの人といいですよ、受けて立ちますよ。じゃんけん列車だ、無理ですね。だから皆さんの席はちゃんと一人一人椅子があるの、全員があの何ライブハウスみたいな感じじゃなくて、ちゃんと椅子があるからみんなその場から動けないので、じゃんけん列車なんてもう無理に決まってるんですよ。楽しそうですけどね。そう、手作りクッキープレゼントもそういう企画しましたよね一回。そう、手作りクッキーをじゃあお土産に最後に渡そうよみたいな話になったんですけど、だからお腹壊されたら困るわけよ。それでね、もちろん衛生面もしっかりして作るかもしれないけど、そうだとしても誰かがお腹壊して小島このクッキーのせいだって言ったら私がニュースになっちゃうんですよ。そうなったらちょっと嫌なので、そうボツになりました、ごめんね。時期も時期ですね、あのジメジメする時期だから、冬と違ってね、残念ながら。注意事項がありますっていうカンペがありまして、あ、当日整理番号順入場になります、会場10分前ぐらいに整列してもらいますだそうです。でも絶対これ言ったったら、え、じゃあ一番前に並んでる人が一番で、じゃあ一番の人から入場ってことですよね。絶対みんな早くから並びそうですね。でもいっか、危ない。でも皆さんあれですよ、どんな一番後ろの100番の席になったとしても顔絶対見えます、近いんで。だからそんなに気にせずですよね。10分前から並んでください。新宿の角座なので、ちょっと大都会のど真ん中なので、あんまりね早くに並んじゃうとあれなので、10分前から整列していただいて、そこから整理番号を配られて、整理番号順に入場ってなりますのでお願いいたします。そろそろ当選メール届いてるかもっていうお話が来ましたが、届いてる人いますか。来たよだって、お、はーいだって、あ、すごい嬉しい。届いてないですって。あ、そりゃそうか、そうかそうか、それはそれいるか。すいません、それはそうだ、すいません。でもだから皆さんまだ入金できなかったり、もうどうしてもごめんね、いけない、やっぱり仕事が入っちゃったとか、学校やっぱ無理だったとかね、そういうこのキャンセルもあるかもしれないので、まだ油断は禁物ですよ。お、入金の期限は22日の11時23時59分までだそうです。2日間しかないので、皆さんぜひ明日にでも、メールが届いた方は今にでも
振り込んでいただいた方が安全だと思います。キャンセルが出たら23日23日以降にメールが届きますと。なので、はい、まだ油断は禁物です。生誕 T シャツぜひ着てきてください。私何着ようかなと思って、なんかさ可愛いお洋服でもいいかなとも思うし、この間握手会できた生誕 T シャツでもいいかなと思うし、今回そうグッズの販売はないので、そう皆さん好きな服で全然いいですよ。あれやりたいんですよね、あの全員で最後写真撮るやつ、そうあれはやりたいので、顔をダメな人はね顔を隠していただいて写真撮るときだけね、写真は撮りたいと思ってますよ。最後みんなでね、第1回生ということで皆さん。なんかお髪ボサボサな、インスタフォローしていいですか、だってフォローしてください、ぜひ水着でお願いします、嫌です。メール見な。好きな服でいいんだ、まこ好きな人、好きな人で好きな服でいいですよ。一人ゲームしようね、だってすごい楽しそう。今回のあ、今回の会場はロビーがあまり広くありません。いただいたお花のすべてをロビーに飾らせていただきたいので、できるだけコンパクトなお花にしていただけると助かります。メッセージやニックネームを記載していただいても差し支えありません、どうぞよろしくお願いします、っていう、あたかもお花が必ず来るようなコメントですけど、もしお花を送ってくださる方はっていう話ですね。はい、だそうです。あ、なるほど、コンパクトってでもどんぐらいですか、だからこういうのはあれっていうことですよね。でも嬉しいですけどね、そういうのも。でも10個も届くわけなくないですか。なるほど、でもお花大好きだから8ぐらいですって。めちゃ面白い、この人当選にしてあげたいぐらい面白い。これね、この鉢ちょっとまあ可愛いですけどね。でも嬉しいですよ、お家持って帰ります絶対鉢だとしても。とか言ったらみんな鉢にするんだよな、私のファンの人って怖いな。17,000人。指輪違う、盆栽送りますですって。盆栽ってだってそんな重たいから。盆栽私もらったことないです、人生で一回も。人から盆栽は。早く第2回継続しましょう。第2回はいつ頃にしますか。1年に何回できればいいんですかね、こういうのって。2回、あーやっぱ2回なんだ。じゃあ秋ですかね。秋だったらもはやバスツアーでブドウ狩りとか行きたいです。計画しましょうよ、早いうちから。あ、秋にバスツアーでブドウ狩りとかいろんなところ計画して、もしするってなったら
行く人います？来てくれますか皆さん。行きますですって。はい、それいいね。行きたい、行く行く、行きたい、はい、行くよ、行きます、イエーイ、みんなほら。でもバスツアーだとしたら何人ですか？少ないですよね。じゃあ100人も無理だ。40人ですって。そう、めちゃめちゃレアですね。あ、2台とか。でも私が乗るのはだって1台じゃないですか。あ、点々となるほど。でも楽しそう。そういうので私の良さって出ますよね、絶対。やっぱり写真じゃダメなんですよ、私って。やっぱ実際に会って触れ合って感じる良さが私にはあるから。こういうイベントやっていきましょう。嬉しい。でもファンの皆さんは月1でやってほしいって言ってますよ。12回やってほしいですって、1年で。ね、パーキングで乗り換えてください。あ、そういうことなんだ。なるほど。10台は無理でしょう。いいですね。夏のバスツアーだったらバーベキューしたり、花火最後に見て帰ったり、秋はそうだね、ぶどう狩りして、ぶどうお腹いっぱい食べて、まあ場所にもよりますけどね。それはちょっと夢が広がりますね。でもバスツアーとかになったらもっと金額高くなりますよね、絶対。大体いくらぐらいなんですかね、一人。5000円以上行きます？行く？そうか。あんまりでもお金高くするのもね。2万円？ 2 万円とかですって、皆さんが言ってる。2万円、1万円ですって。1万2000円ぐらい。あ、なるほど。あ、旅行会社。あ、なるほど。じゃあ、まこちゃんが払ってって来てるんですけど。怖っ。怖いよ、やだ、それは。でもいいですね、そういうのも楽しい。高いな。あ、いいですね。女性限定イベント、男性限定イベントやってください。あと年齢に分けてくださいとかもありますね。まあ無限にありますね。こういうの考えたら考えれば。おじさん限定イベント。おじさん限定イベントいいじゃないですか。おじさん限定イベントだったらちょっとお値段高くしてもなんかみんなついてきてくれそうじゃないですか。高校生、中高生限定イベントとかになっちゃうと、やっぱね、5000円以下で収めてあげたいですよね。バスツアーにしても。外国人限定ですって。面白そう。多国籍の皆さん一緒に。私じゃあ日本人代表で。すごい。じゃあそれは1台で40人乗せて40カ国どうですか。でも48カ国でしたっけ、世の中。あれ違う。やばい。すいませんね。はい。あ、言葉が通じない。まあ確かに。小島子サミットどうですか。女子会いいですね。女子会やりたいですね。男子会と女子会やりましょう。ぜひ皆さん、やる時まで私の推しをやめないでください。だからこれは別にサンミュージックの事務所で開催してるイベントなので、もし私が AKB を卒業したとしても続けていきたいイベントとしてやってるので、なのでまあね、そんな5回10回って続けていけばいいですね、ずっと。私がじゃあ例えば30歳になるってなったら、アラサーイベントみたいな一生できますね、アラフォーイベント。面白い。ディナーショーしてください。ディナーショーって何するんですか。なんかそういうかしこまったやつはできないんですよね、私は。
サッカー観戦ツアー、それでも私いります？もうもはやサッカー見に行きたいだけじゃん、みんな。いいですね。はい、そんな感じですかね。はい、というわけで、まあ、まとめますと、5月31日のまだ時間確定してないんですもんね。7時から7時半から7時半、19時半から新宿角座にて私の初のファンミーティング緊急開催第1回小島真子ファンの集い21歳成り立ての私がお送りします。への参加の抽選会、生抽選会を行いました。100人の皆さんにはきっとメールが続々と行っていると思います。そしてこれから出る、例えばもしかしたら出てしまうキャンセル分の方の分は23日以降に皆さんに、この中から、まだ当たってないこの中からね、この紙の中から選ばれるかもしれないので、ぜひまだ皆さん希望を捨てずに待っていてください。そして当選のメールが来た方は22日の23時59分までに入金しないとキャンセル扱いになってしまうので、2000円ですかね、2000円払いやすい千円札2枚、お釣りも出ません。ぜひね、パパッと支払っていただいて、キャンセルにならないようにお気をつけてください。イベントはまあ面白いことも楽しいことも盛りだくさんで、いい1時間半にしたいなと思いますので、あ、当日携帯の充電マックスにしといてください。あ、なるほどなるほど、ですって。チケットが、あの携帯のこの画面、その当選の画面のあれでの認証らしいので、携帯の充電マックスにしてきてくださいということらしいです。確かにそれ認証できなかったら入れないですね、だそうです。なので皆さんそこはお気をつけてください。でまた、あの詳細はちゃんとまとめて、これ見れなかった方もいると思うので、あのね、ちゃんとサイトかなんかで報告しますし、私も何かツイッターかインスタか何かにまとめてアップするので、そちらをご覧ください。では皆さん、31日、もうちょっと時間ありますけど、お楽しみに。31日に新宿角座でお会いしましょう。またショールーム、それの前に一回できたらいいなとも思うので、それも期待せずに待っててください。では皆さん、さようなら。ありがとうございました。バイバーイ。お、約2万人の方ですね。あ、これプレゼントが来てるんじゃない？スペシャルギフトが。東京タワーが1本立ってるよ。東京タワーを送ったのは誰だ？東京タワー。どこですか？一番下？ですか？バラ？ハッシュさん、ありがとうございます。ハッシュさん、ありがとうございます。では皆さん、またね。2万人だ、ありがとうございます。バイバーイ。はい。